続いては大竹紳士交友録毎週水曜日駅太郎教授ですはいこんにちは、うん、あら何鮮やかな赤いマフラーね、うん、これなかなか手作り、うん、友鮮やかでも友達が作ってああそう鮮やかでもねえなでもなんかおしゃれだよね、うん、ワインレッドって感じだけどあれ、うん、マフラーってどのぐらいで洗うべきなの人、うん、冬大丈夫なの人冬大丈夫なんじゃない よっぽどんかラーメンの汁とか垂らした話楽しいですからねもう尿が臭い臭いって言うんだよマグロそうかだからね匂いに奥さん敏感だからね匂いね俺も今日だから皮を洗っててね洗面所で誰もいないからね兵士さんだよねものすごい臭いんだよ俺。 女房がたまたま来て洗ものすごい怒るんだ誰もいないから兵をしてんのにお前の方から来てんで怒るんだそりゃそうだよね何かに来たかきに来たんじゃないけどもねもう長島でも顔笑いで兵国場所じゃないことは確かだまあトイレまあ出ちゃうのはしょうがないでしまでとまで言われちゃってスカンク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  狂気だあんたの部屋もうあれでもずっとポケットの中にマッチ入れとくしか手ないんじゃないどこでもマッチすんなくちゃいけないじゃんだからね匂わない時もあるんだよね微妙だよね今日匂う大きな音をさせると匂わないと思いますよいや関係ないだろ関係ない大きな音で臭いんだもん俺は まあでも自分でも臭いから嫌だね意外と自分の部屋に負わないでしょ意外とあれだよね自分の部屋はあれだよね敵がいし持たないけどねまあでもあれだよ俺自分で臭いんだからうお前自分の部屋から逃げ回どうなっちゃいけないそうだよ大変だよ走んなきゃいけないそうだよ流しでも閉庫行ったらすぐ応接室に行くしかないよ避難しなきゃいけない 許しちゃうねやっぱいないかそうそうそうあしょうがないだろうしょうがないあれ気持ち前話したかもしれないけど一歩ずつ減するってすごい気持ちいいんだよね五ぐらい持つときあるぶぶぶやったって感じがするお前それいい話をしてるつもりかお前それいい話でしょういい話かこれ分割なんですね歩くためにぶ それで推進力はつかないけど気持ちいいんだよ分かったよ分かったよ分かったよまあ出ないよりいいよ出ないと大変ですもん身が出るわけじゃないんだからいいじゃんいいって言うんでね最近すごいこと昨日だったけど俺自分の部屋ねあの傘がある電球なわけねはい傘の電球だよはっ わかんないかな傘傘つきのシ,シーリングじゃなくてこういう,うに傘いやだんだ,だよっぽつじゃなきゃあの<ん>街頭でもよっぽつじゃない限り裸電球はないでしょだいたい傘ついてるでしょそういうあんなそういうことを言いたいわけじゃないのなんだその傘<だ>裸電球じゃ傘がねあ,あ,ある電球ってねそういうね <laughs> ちょっとわかん,たんだ電球だけでここから裸電球のわけねえだろうとかそういうツッコミになるんだよ。<え>もうだから古いパターンの,、うん、あの明かりなわけ部屋がね。ということなんだよ。え、うん わかるよね、うん、ダメージを言ってるから裸電球ってすぐ行くって発想がわかんない傘がついてるいやいやだからだいたいみんな傘つい,傘つ傘ついてるんだろって話してるだ,だ,だから俺が言いたいのは、うん、傘つきの古いパターンの明かりが山、うんうんうん、中の梅米式とかもあるからだから囲いがないってことな下まで囲い覆ってないってこと 上だけ傘があるってそうそうそう言えよ上だけ傘があるって普通わかるだろう傘ってええわパネルみたいなね電気じゃないよだからお前がしゃべっちくるともうコウモリ傘かなんか分かんなくなってくるんだそれその話をしたいんじゃなくてそれをねどうした変えたんだよ昨日ちょっと暗いなと思ってシーリングに LED の。 シーリングってわかる、うん、わかんないシーリングってなんだ天井この、うんうん、そ袖付きの LED があるわけよ傘,傘パターンじゃなくて <laughs> 天井にズボッとあるパターンシーリングにはめ込むし天井用のそれ大工事じゃねえかよそれは大工事でもないんだよ電球が見えないやつ簡単、ね <え>簡単だって思うさあはめ込むんだろだってどっかにだから LED やって傘をつけるだけで、うん、だから元は一緒なんじゃない元は一緒なんだよ、うん、一緒なの電気を取るところはね取るところは、うん、お前大工事じゃないよじゃ、うん、はめ込むってどこにはめ込むんだよはめ込むのは LED をはめてそれつけるっつうんだよ <laughs> はめ込むって言わねえんだよそれ LED に変えたって言うだよ分かったねよそういうことだよそうですか明るいだから LED に変えてそれでどうしたの傘は傘はやめてどうしたの傘は電気屋さんに持ってってもらうらそれはいいんだよ<え>傘はいいんだよどうだって <laughs> <が>そうじゃなくて LED ははめただけなのそれともその周りを何かで囲ってぼんやりさしなんかこうなんか電気のそこら辺ね l e の電球だけを天井からやってる人か誰だっていないだろう誰もいやだからあるよこういう蓋は蓋蓋とか丸いのがあるでしょ普通いやだからここに丸いの君のうちのリビングはどうなってるのシーリングえ俺んちはあれだよあの間接照明だからうるせえ <laughs> ホテルじゃねえんだから、ね、電球見えないんだ 関節何よ違うんだよ電球が囲ってそれに囲いがあって天井を照らしてその反射で部屋が照らされてるんで間接照明っつって覚えとけよ分かるよホテルのやつだろ暗くてしょうがないあんなもんあれだよちゃんとスタンドもあるもん別にそれで変えてもうびっくりは明るくてどうした明るい明るい,明るい 部屋中はね、うん、広く見えるんだね LED のせいいや天井からのせいだと思うよ明 LED 関係ないじゃん LED も明るいんだよ俺はもともと100ワットの LED を、うん、クラスの LED の電球つけたからねあの <coughs> それもう十分明るいなと思った、うん、だからそれ電気の消費量のだけの問題じゃんだって LED に変えるのは明るさの問題じゃねえだろ明るいんだよ <laughs> いや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 ,いやこれね3 3トだってそれで白熱灯で言えば1 2 0トぐらいはあるね、うん、もう感覚的にもっとあるぐらいの明るさ白,白熱灯に1 2 0トなんてあるんだぐらいの感じだ、ね、いやあるのかって聞いてる <laughs> 知らないよなら表現として言う知らないこと言うなよ表現としてって<表>とにかく明るいって言いたいんだよお前部屋が明るくなったわかるもう いくらかかったんだよい,いやそんな高くないんだよ電気屋さん来てもらった電気屋さん電気屋さん人が来たの当たり前じゃない自分でできるわけないそれ先に言えよもう。うそしたら一発で俺理解したよ電気屋さんが来て変えてもらったんだって言ったらああそうだったのって言えるじゃない お前が全部なんかそこう箱かえてこう囲ったとかいろん, <laughs> んな高いところにね椅子持ってね立ったらもうダメだよ危険だよ危険だよもう立っちゃうだからそれをだからさ電気,気屋さんで電気屋さん先に言えよと一万六千ぐらいで<高>そんなえ高いこれもっと高いと思ったもん電気も含めて工事費だけでいや全部で 全部で、うん、電気も変えてそんないいよ、うん、細かい話は別にだってお前が言い出したから聞いてそれがね明かりの調節もできてねとまあ当然だろうけどそんなの前からついてるよ俺んちはおまんちの話なんか聞いてみよ <laughs> 調節もついてないの、ね、おまんち <laughs> 電気の <laughs> 明るさの、うん、暗い部屋だったねそれじゃいやそ趣があったのね部屋にでも 趣がなくなっちゃったねやっぱ傘傘であるところはちょっと部屋の中あ、まあ、ちょっといい料亭の雰囲気みたいなそれがなくなった趣がなくなったパー明、うんまあ、か、うん、でもすごい明かり一つでね、うん、こんなにも違うのかと思って、うん、すごいねなんかご飯も美味しそうに見えるとかって言いますよね <laughs> あ確かにあどこの部屋のティックったんだ 自分の部屋だって最初に入れてねだったらご飯食えねえじゃん食ったんだよなんで食うんだよ即席ラーメンね自分で運んできて食ったのもうまかったリビングで食えよ食席ラーメンはリビングで食えよいいんだよ誰もいないんだから自分の部屋で食うのあそういえばうまかったな貧しいいいんだよおかずはない食席ラーメンだけだで明かりをね の歴史をこああ結局こうだから面白いなと思って最初はやっぱり焚き火から始まって明かりはねああそうそう火が生まれて火が生まれて明かりになってそれがろうそくになってその前に油あ灯油みたいな植物とかあんどんあんどんうん あの油を舐める,っ言,る言ってたね何でだか知らない、うん、あれはね、うん、分かった何いわしの油なんだってあおいしいんだよおいしいだか,だからそっから取ってきた油だから、うん、油なめてるああなるほどそういうことかいい勉強になったろお前いや別に知らなくてもいいよ別にそれ。 もう忘れられないよイワシはなぜ油を <laughs> でもそれだけイワシから油出てたんですねイワシはだとか動物とかね<ー>いっぱいでもロウソクになって、うんうん、これが紀元前三世紀頃だってロウソクはそれからなんとエジソン白熱電球、うんうん、でもう一気に明るくなって世の中は街が街が

ガストと白熱灯蛍光灯 LED、うん、そうだろガストはいつなんだっでガストと白熱灯のね、うんうん、間が60年かかって、うん、白熱灯、うん、ガストってどうやってついてるのあれガスが燃えてるんだよいやどうなってる上はだからえどうどうなってるガス燃えてるってボーと燃えてんだよボーと <laughs> ガス灯だよ。ガスが燃えてんのガス灯って。まだガス灯をね、うん、名物にしてる街灯のね。うん、あれはね、あのガス灯を、名名名物にしてるのね。あれ下にガスじゃなくて、なんか油かなんかあるんだ。それが上まで登ってって上でガス灯で火ついてるのあれ、そうですれ。石油ストーブみたいについてんじゃないんですかね。ガスそ,そ,、うん、そうだよね。結構危ないんだね。危ないよ。<laughs> で白熱灯から蛍光灯に60年かかった,かかった、うん、はい、で蛍光灯から LED までが60年、うんうん、そんなにかかった蛍光灯かるずっと蛍光灯蛍光灯って言ってたじゃない俺たち俺たちってお前と蛍光灯の話あんまりしたことないけど蛍光灯はすごかったよね 白熱灯に比べて紐も引っ張ってしばらくするとつくみたいなそうそうそう画期的な電気も安くなって電気代がね電気代が電流維持になってもっと安くなってもでもそうなってもなんかさ古いうちはトイレはさトイレについてるのはさ2 0トとか2 0ワの4 0とかここは明るくなくていいってね昔は。 今トイレ明るいもんねトイレ明るいんだよ、うん、うちも100ワットだもん、うん、トイレこのビルの1階の秀平さんの横にトイレがあるんだけど、うん、昨日入ったんだけどいやもうだ誰が掃除したんだっていうくらい床ピッカピカあ美しい,い,いねいや俺もあれもちょっと参ったって言った<ー>もうこんなに見,見事に きれいに床磨いてんだと。その人はもうトイレに神様がいると思って,んだよね思ってるね。確実に。なんでそういえばトイレ明るくなっちゃったかね。うん、俺たちの時代に比べて。なんかちょっとちょっと前まではちょっと不浄なイメージがトイレにあったのかね。だから暗くしてんの、うんうん。暗くしてたんじゃないの。汲み取り式だから見えないようにしてたか。<あ>うん、それもあるかもしれないね。あとまあじょまあ女性がやっぱしね。 恥ずかしいからとか生理とかそういうのもそこでいを足したりするから見たりそういうイメージもあってだったのかねなんか月明かりでトイレをするとか美しい感じがするもんねそんんなのどこにあるだよ暗くてないけどだから外で月明かりの中でおしっこをしたりするとかうんこをするっていうのはねんか情緒があってだからその暗さが。 だから、そういう情緒を味わいたいってのもあったのかもしれない。<laughs> 暗くするってのはトイレ。今考えるとね。月明かりでなんか。まあね。というイメージ。今でもなんか高級なところでもちょっと暗いトイレあるからね。うん、<ー>で、エジソン。うん、エジソン。エジソンはやっぱすごいよね。うん、エジソンはね、うんうん、助手もひ、もう1300ぐらい発明してんだ。うん、白熱灯、蓄音機とか。 今助手っって言わなかた助手がねエジソンの助手研究所のこれが優秀な人でねこれが日本人なんです。う君しか信頼できないっていうぐらいまでにエジソンに認められない。疑り深いですよねソンは。 岡部さんっていうかえエジソンもう研究に没頭してるとお金は盗まれるわねうどっかにう行く、うん、その日本人は一切お金はうんうん、うん、でもあれおっちょこちょいおっちょこちょいのとこで発明したじゃなかったっけエジソンってちょっとおちょこちょい関係ない関係ないでそれ日本人だから あの一番そうそう信用されて日本人だから,お金だから一番お忙しくてねあの机の上にお金をし <laughs>、まあ、置き忘れても日本人は盗まない、まあ、そりゃそうだけどそ,そりゃそうってそれじゃなくてフィラメントフィラメントあの元は日本の竹か何かでたそうそうよく知ってるね試したんだよね最初。無駄な知識を。 <laughs> お前から聞いてんのが一番無駄な知識だよ。お前一度電気の傘なんかどうだっていいよ俺。イルミネーション。あイルミネーションもあんの？時間がもう時間がないからいいよ。さあここでお時間です。北川教授また来週もよろしくお願いします。す明日のこの時間は頑張れるやのお二人の登場です。お知らせの後は骨上です。